ウラル連邦大学の建物ウラル連邦大学はロシア連邦ウラル連邦管区の本部があるシベリアの大都市エカテリンブルクにある連邦大学である。2010年にウラル国立大学とウラル国立工科大学が合併して設立された。ロシアの大学の研究レベルを世界並みに上げる目的の5から100プロジェクトに連邦大学ではシベリア連邦大学、 バルト連邦大学と共に指定されている。ウラル連邦大学前身は、ロシアウラル連邦管区スベルドロフスク州の州都、エカテリンブルクに設立されていた2大学、ウラル国立大学とウラル工科大学である。ウラル国立大学は1920年の創立で、創立者の一人である作家のマクシム・ゴーリキーの名称が付けられた。人文科学系の大学であった。 ウラル国立工科大学は1930年に、ウラル国立大学から理工科系学部が分かれて、設立されて、後に、ボリセイリチン大統領の名称が付けられた。2010年に、ウラル国立大学と九州合併して、ウラル連邦大学となる前は、ウラル工科大学は2170名の研究者、教授を用し、学生の総数は23100名にも及んでいた。 2010年、ウラル国立工科大学が、ウラル国立大学を九州合併して、ウラル連邦管区を代表する連邦大学となり、ウラル連邦大学が誕生した。合併後、ロシアの大学5校を、ザ世界大学ランキング、世界大学学術ランキングなどの評価で世界で100位以内にするという、大学の研究レベルを世界並みに上げる目的の5から100プロジェクトにも、 指定されている。神戸市外国語大学など海外の大学との交流も盛んである。ありがとうございます。